ゼンデーヤは、米国の女優、シンガーソングライター、ダンサー。本名は、ゼンデーヤマリー・ストーマー・コールマン、ゼンデーヤマリー・スターマー・コールマン。ディズニーチャンネル放送コメディドラマ、シェキラ、のロッキーブルー役や、ティーン・スパイ・ケイシーのケイシー・クーパー役、映画、スパイダーマン、ホームカミング、スパイダーマン、ファー、フロム・ホームのミシェル・ジョーンズ役で知られる。 2013年デビューアルバム、全レイヤーを発売。米国 ABC 放送ダンスコンペティション番組、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズで準優勝をしている。全レイヤーは1996年9月1日、米国カリフォルニア州オークランドで生まれた。カリフォルニアシェイクスピア・シアターで仕事をしていた母の影響を受け、オークランド芸術学校で演劇、歌、フラダンスやヒップホップダンスを学んだ。 百貨店のメイシーズや、衣料品小売店のオールドネイビーでモデルを務め、ニコロデオンのアイカーリーや、百貨店シアーズなどの CM に出演。2009年11月、ディズニーチャンネル新コメディドラマ、ダンスダンスシカゴ、番組名変更後のシェキラ。のオーディションを受け選抜された200人の中から、ロッキーブルー役に抜擢される。レッドイットシャインプレミア2010年ダンスと 描いたコメディドラマシリーズシェキラで名が知られるようになる。11月7日、初回放送された同作は全米620万人が視聴し、ディズニーチャンネル過去27年間の中で最も多い初回放送視聴者記録となる。2011年同放送グッドラックチャーリーとのクロスエピソードに同役で出演、同年5月、 ディズニーチャンネル放送番組の出演者が4つのチームに分かれ運動会で競うフレンズ4チェンジゲームズでレッドチームの一員として出場した。日本では同年9月18日から4週にわたってディズニーチャンネルで放送された。同年 CG アニメーション作品ピクシーホローゲームズ妖精たちの祭典で声の出演をしている。2012年1月 ディズニーチャンネルオリジナルムービーフレネミーズで主演同年天才学級アントファームにゲスト出演している2013年春米国 ABC 放送ダンスコンペティション番組に最年少で出場ダンシングウィズザスターズ第16シーズンで準優勝をしている第5週のシャーロック・ホームズのテーマで踊ったアルゼンチン単語で第16シーズン出場者の中で 初の10ポイントを獲得、第8週のサルサで出場者の中で、初のパーフェクトスコアの30ポイントを獲得した。同年、ファッションリアリティショー、アメリカズネクストトップモデルでゲスト審査員をしている。2014年、カシュマドンナと娘のローデスが手掛けるファッションブランドの広告等に抜擢、マテリアルガールの新しい顔を務めている。6月、ディズニーチャンネルオリジナルムービー。 ゾーイの秘密アプリに出演。ダンスが得意な高校生ゾーイが犬のしつけアプリで男子を操れることに気づく物語で全米初回放送は567万人が視聴している。2015年1月放送開始、ディズニーチャンネルのコメディドラマで主演とプロデュースを務めるティーンスパイ KC で高校生のスパイを演じている。5月公開されたテイラー・スウィフトのミュージックビデオ、 バッド・ブラッドではスウィフト演じるカタストロフの仲間、カットスロート役を演じている。2015年秋、米コメディドラマ、ブラック一ュにやらシャヒディ演じるゾーイ・ジョンソンの親友、レシーダ役でゲスト出演している。2015年第88回アカデミー賞、レッド・カーペットに登場した時の白いドレスに、ドレッド・ヘアの自身がモデルとなった、バービー人形が発表された。 2011年5月30日、デビューシングルとなるスワックイットアウトを発売。2011年7月、シェキラサウンドトラックは、米国ビルボード200アルバムチャートで、最高22位となり、トップサウンドトラックチャートおよびトップキットオーディオチャートで、第1位となる。6月11日発売された先行シングル、私を見ては、ホットデジタルソングスチャートで、 最高64位となり、ビルボードホット100チャートで最高86位となる。その後、私を見ては50万枚を売り上げ、2013年6月17日付でアメリカレコード協会からゴールド認定されている。アニメーション作品、ピクシーホローゲームズ、妖精たちの祭典のテーマソングディグダウンリーパーが2012年1月に発売され、ミュージックビデオも作られている。 2012年3月、セキラ。ディブにダンスサウンドトラックの中で全デアが歌っているのは、だから踊るのと、マッシュアップ曲の、だから踊るの、キティワイレックスックスマッシュアップがあり、アルバムは、米国ビルボード200チャートで、最高13位、トップサウンドトラックチャートで、最高2位、トップキットオーディオチャートで、第1位となる。2012年8月、 4曲収録メイドインジャパンを、米国で発売している。同8月ハリウッドレコードと契約を締結したことが、発表。2013年3月、セキラ。シーズン3サウンドトラックの中で全デイアが、歌っているのは、みんなドキドキ、ここが私のステージ、私のビート、アイムバック、日本版、ボーナストラックがあり、アルバムは、米国ビルボード200チャートで、 最高26位となり、トップキットオーディオチャートで、第1位、トップサウンドトラックチャートで、最高2位となる。2013年に、米国で13万4千枚を売り上げ、テレビ番組のサウンドトラック年間売り上げにおいて、トップ10位を果たし、第8位となる。5月、次女、ビトウィーン、ユーメ、How to Lock You Are To Be In Years With Style and Confidence の出版を発表。 同年7月16日、ソロデビューアルバムからの先行シングルリプレイが発売され、ビルボードホット100チャートで最高40位、ビルボードホットダンスクラブソングで最高3位となる。9月17日、ソロデビューアルバム全レイヤーを発売している。ビルボード200チャートで最高51位、シングル曲リプレイはビルボードホット100で最高61位、 ビルボードヒートシカーズソングズで最高2となる。7月にリミックスリプレイリミキシーズが発売されている。その後、シングル曲リプレイは50万枚売り上げて2014年1月14日付で RIAA からゴールド認定され、100万枚売り上げて1月30日付でプラチナ認定されている。その他のシングル曲はジョンレジェンドをカバーしたオールをブメ。 ディズニーチャンネルオリジナルムービー、ゾーイの秘密アプリのテーマソングトゥーマッチ、主演コメディドラマ、ティーンスパイ KC のテーマソングキープイットアンダーカバーなどがある。2014年セカンドアルバムの制作に取り組んでいる。2016年歌手、クリス・ブラウンとのコラボ曲、サムシング・ニューが発売されている。身長5フィート11インチ。 アフリカ系アメリカ人とオランダ系アメリカ人の系譜で、前例やは、ジンバブエのショナ語で、シャイの表明を意味する。自身を、友人思いで、成績優秀、男子も上手な、シェキラ。で演じたロッキー役との共通点が多いとし、私も友達思いで、何でもしてあげるってところが、一緒と語っている。共同主演したベラソーンとはプライベートでも、婚姻の中で、 お互い大好きな仲と語っている。ベジタリアンである。2015年6月にカリフォルニア州オークパーク高校を卒業した。ゼンデアではなく、ゼンデ2014年ラジオディズニーミュージックアワードでベストスタイルアーティスト賞を受賞している。バラエティ氏が影響力のある10代の俳優及び女優10人を発表し3位に選ばれている。 2014年最もチャリティ活動に貢献したセレブの14位に選ばれている。マカベ美がほぼ専属で担当している。ありがとうございます。